どうもこんにちは、この番組のプロデューサー水野大志と申します。普段はハリウッドで、役者をやってまして、テレビや映画コマーシャルに出てるんですけども、実は3年前にですね、ウエストワールドという番組に出てまして、その時に自分の着物の着付けをやっていただいたのが実は末広さんなんですよ。その説はいろいろとお世話になって、こちらこそありがとうございます。ご無沙汰してます。いやでもあの番組はすごかったですね。すごかったですね。まずバジェットがテレビなのに100億円という。本当ですね、びっくりしますね。ですよね。しかもサンタクライタとかああいうところに日本の、ねえ、すごいですよね。ジェット作っちゃって、あのカントリー村の上から江戸を作った、ね、そう江戸を作っていやすごかったです。100メートルぐらいありました。でその100メートルくらいあるところも完全にやってもらって、ね、素晴らしかったですね。すごかったですね。すごい素晴らしかった。もうキャストもすごかったし、うん、嬉しかったです。嬉しかったですね本当にハリウッドに日本町ができるっていう、ね、ですよね。で僕もあのそこで、真田広之さんの、右腕役として、約5週間、撮影現場に、参加させてもらったんですけども、ちょっと若干裏話みたいなそうですね。僕がこの役決まってそのフィッティング、衣装ですね、淡路に行ったんですけども、その時に実はいらっしゃらなかったんですよね。でその時に、いらっしゃったのが、アメリカ人のワードローブの方たちで、着物とか着せてくれたんですけども、結び方とか着せる順番だとか、あの人たちもプロなので、研究していろいろやるんですけども、自分は結構袴とかいろいろ自分でも履くんですけども、これは違うな、これさすがに言えないですよね。なんか向こうもねプライド持ってやってるからね、言えないんですけども、一応でもこうだと思うよとか言いつつも、どうしたもんかなと思って末広さんたち入ってくれないかなとか思ってたら、次フィッティングに戻ってきたらいらっしゃったんですよね、そこからも現場のみんなの着付けがしっかりしてありがとうございます。で実はですね、健太郎さんが、自分の専門の着付け担当ですね。あれ実はあれですよ、大志さんが、あの AD さんに行っていただいたから毎回呼ばれるようになったんです。実は夢があって、こういうでかい現場で、その専属の着付け師として入るのが夢なんですよって話をしたら、だったら僕言いますよって言って AD に言ってくれて、それからシーバーで健太郎、健太郎って、そう自分も確かに AD にあの健太郎さん呼んでみたいなそうだったんだ。でちゃんとね個室、いやてか、こっちも非常に光栄でね、なんかその自分 の, あの個室に来て着付けするのが夢って言ってもらえるのもこっちもそりゃ嬉しくってねだったらもう呼ぶよみたいな楽しい現場でした ね。楽しかったです。楽しかったですね。でも本当にそのあの日本の、舞台の撮影とかでも、日本をすごく、重視してやってくれるところもあれば、そうでないところもあって、でウエストワールドは本当に、真田広之さんが現場に入ってすごく仕切ってくれたんですけども、例えばそのバックグラウンドのエキストラの方たちとかも、着付けがしっかりできてないと、真田さんがもう自分の足で行ってその帯の結び方とか変えてくれて、それでこっちがちょっと焦って、さんさんやらなくていいです、 僕やるんでとかって言って、スタントの人たちもみんな来て、そこのエキストラの人たちの娘とか書いたりとかして、吉本先生たちとかも来て、みんなでちゃんとした着付けを伝えていこうとやってましたもんね。本当ですね。いやでもあの現場本当にすごく楽しかったんで、ちょっとこの場を借りて、ありがとうございました。ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。で、この後ですね、こちらの綺麗な着物があるんですけども、この帯の結び方ですかね、これをこの後にお見せしますので、どうぞご覧ください。それではまた。作ってる時が全て面白いんですけど、こういろんなことをもう何も考えないでね、この帯だけのこと、今もう自作です、これ全部で。帯が柔らかいのでそれを工夫して今使います。これ僕確認用で、あとは先生確認用で、アップにしてフォーカスが合ってるかとか、写真と言葉で説明しなきゃいけないんで、見てる人がなるべく分かりやすくですね、そこ撮りましょう。やっぱりゴールデンポイントっていうのがあって、この
撮った時にここにこの方の肩とここの中心がずぶれないようにやっぱり撮ってますね。それがぶれてしまうと下がっちゃうっていうか、同じ着物と帯でもその着る方の年齢とその方がこれから出かけていく TPO ですね、場所の TPO に合わせてその方の人となりを着付けで表現すると、帯の高さとか襟の合わせの角度とかですね、あと襟の抜き加減とかを、まあ、錯覚なんですけど、それをうまくその方にデザインしてあげて着物を着せてあげると。その今つけてらっしゃるのは帯、帯揚げですね、あの飾りですね。この帯結びのデザインなんですけど、毎年本が何冊も出版されるんですよ。そうなんだよね。その本には何十何百っていう帯の結び方ですねが掲載されてるんで、多分今までに何千っていう結び方を日本人は編み出してるっていうあとね、お着物でもあの生地なので素材と相談しながらやっぱり着付けもしないといけないんですよ。あの同じように着せてるんですけど、すべて計算しながら着せてますね。帯結びにしても今日のお着物の素材はどういうものなんだろう、帯の素材はどういうふうになってるんだろうとか、相性が合うのかしら合わないのかしらとかね、あのお客さんがお持ちになって写真撮影だけの場合はあの計算ができないんですね。お持ちになった時にどう着付けしていくかっていうのを考えますね。クリエイティブはやっぱりやってるうちにいろいろ出てくる経験ですか着付けはなんで着付けが生まれたかというと、もともと江戸時代は皆さん適当に着てたわけですよ。着付け流派ってのはなくて、で明治になって皆さん着物着なくなってきて、洋服が入ってくるから楽じゃないですか。そうすると着物を着なくなるんで、着物がなくなってしまうっていう皆さんが、ね、恐れを抱いてきて、で戦後ですね、その着物を着付けの流派っていう形で立ち上げて、それを後世につないでいく、もともとは着物の着方ってのは江戸時代もなかったけど、それを確立して次の世代に文化としてつないでいくっていうことを始めたのが、まあ山野愛子先生であり、その他の流派の、はい、先生方ですね。それは本当戦後間もない頃に立ち上がったのが着付けの流派。でそれが現代の若者にはファッションになってますね。まあ古典民族衣装なんですけど、若い方はファッションとして取り込んでる、あの着物をファッション化して、まあちょっとアレンジして。ブーツと履いてもいいし、ハイヒールと履いてもいいし、よくお母さんとかあと中古の着物を皆さん買ってお洋服のように着てますね、うん、昔はねファッションは花魁が着て、でまたはあの浮世絵で出てきて、それが庶民のファッションの一つですよね。今だったらもうネットですけどね。今回はこれ現代の帯なんです、お着物もですので、柄としてはモダン柄、この柄付けが全部モダンなんです。松とか竹とか梅とか桜が入ってくると古典が入ってくる。でそういうお着物になると今度帯もそういうものを一緒に合わせますね。で着物には格があるんですよ、どれが上どれが下とかね。で同じ振り袖でモダン柄と古典柄があったら古典柄の方が上ですね。モダンは格下になります。日本って家紋がすごくね大事にされてて、昔は何でも格上げたくてもう何にでも家紋がついてました。でも現代ではないですね。こういう感じで帯結びをして、でこれが前の雰囲気ですね。まあダミーなのでちょっと下がったりしますけど、こういう感じに着付けをします。で帯の高さも高いですね。
こうするともう柄がねよくわかると思うけど、モダン柄ですね。一般的には成人式に皆さんお召しになりますよね。皆さんあと結婚式、未婚女性の第一デイ装ですね。あと例えば何かを受賞する時でもやっぱり振り袖をお召しになりますね。でもし私が着物を着るんであれば色留め袖を着ますね。家紋が入ったもの、または訪問着っていう種類の着物を着ます。着物にもいっぱい種類があって、その種類によって着ていける場所と着ていけない場所があります。決まり事がいっぱいあります。 TPO がすごく大事ですね。お着物、今回のデザインはバタフライです。バタフライは蝶々ですね。羽があって、まあ、お着物にデザインがあったのでそういうイメージで作ってみました。お着物の種類なんですが、今回は未婚女性のお着物で振り袖でお袖が長いです。このお袖でこの方が未婚か既婚かが分かります。で今は長いので未婚ですね。半分になるともう基本的には既婚女性がほとんど着てます。もちろん着物の種類によって未婚女性も着ます。このスリーブは今その制作してる帯結び第1弾はこういうちょっと美しい帯結びをどうやって結ぶかっていうチュートリアルとか着物の着方のチュートリアルが盛り込まれてます。ご覧ください。ご覧ください。夏発売です。日本語と英語で書いてますので英語圏の方もしっかり理解できると思います。詳細はリンクから飛んでみてください。ありがとうございました。ありがとうございました。 We hope you enjoy the show. Next week we'll have a very successful personal stylist. Don't forget to tune in. Until then, you'll have a wonderful week. Continue to stay safe. See you next time. Hello, I'm Victor. We hope that you have enjoyed the show. Hello, I'm Freddie. We hope to see you all on our next US tour. Bye. For details, please visit our Facebook and Instagram at CWTV Hollywood. Some say there's no need to reinvent the wheel. Sure, unless you can make it better. All tires aren't created equal. The Nitto Ridge Grappler. Spiral wound construction enables our truck tires to be aggressive and ride incredibly smooth. Our tread and sidewall designs deliver off-road performance for even the most demanding terrain. While computer-simulated tread design delivers a quiet and comfortable ride on the highway. The Ridge Grappler goes beyond expectations. Nitto Tire, fueled by enthusiasts.